市役所前停留場は、鹿児島県鹿児島市山下町にある、鹿児島市電第一期線の停留場。かつては、上町線も分岐していたが、1985年10月1日に廃止された。かつては、鹿児島本線をオーバークロスし、鹿児島市清水町の清水町停留場まで行く急に、系統の上町線が東停留場から分岐していたが、 国道の渋滞緩和策によって1985年10月1日、限りで廃止となっている。現在は、大体路線として、路線バスが通っている。旧二系統の上町線は、市役所前停留場氷本停留場間は、現在の二系統と同じところを運行していた。そのため、上町線が廃止になった際にできた現二系統は、市役所前停留場を起点。 終点としていた。その際には、鹿児島駅前停留場まで行く位置系統に道を開けるために、市役所前停留場の分岐点の上町線側を、市学校後停留場付近まで一線だけ少し残しておき、そこを引き込み線としていた。1991年に、鹿児島駅前停留場のホームが参戦になった際に、現に系統も鹿児島駅前まで延長された。 それと同時に引き込み線も撤去された。市役所前停留場周辺の様子。奥に見えるのが鹿児島市役所。高台以外で鹿児島湾や桜島に最も近い市街地である港町らしく海運業者を中心に本社が多い市役所前バス停。ありがとうございます。